第二の宮金融宮を守るのはセイントの中で並ぶべきもののない豪を誇るタウラスのゴールドセイントアルデバランだった。アルデバランの前には流星剣が効かないばかりか騎士竜たちも倒されてしまう。実力の違いを見せつけるかのように悠然と腕を組んだままのアルデバランはただ一人残る聖夜にとどめを刺すべく必殺技を放つのであった。勝手にこの金牛宮を通り抜けることは許さん。このお牛座タウラスのアルデバランがな。こいつがこの金牛宮を守護するアルデバラン。さっきすら感じなかったのに、この強権な貴様は何だ。さっきなぞ出さなくてもお前を倒せる。なんだその構えは。戦う気がないのかアルデバラン。このままでも十分お前を倒せる。なんだレイントに同じものは通用してなんて強さなんだ。全身の骨がバラバラに砕けてしまったようだ。レイントに同じものは通用しない。ペガサスよ、これでも食らえ。おっと、押し出せ。構えてもいないっていうのに、なんという強大さなんだ。まさしく奴は恐るべき黄金の野球だ。うぬぼれるな。ブロンズセイントごときに構えなど必要もあるまい。さあとどめだせいや、もう一度食らえグレートホーン。ここまでかけ離れていると、せめて一死でも報いたい。でもどうやれば。剣を抜かせるのさ。居合の剣は鞘から抜かれた後その効力を失う。いわば死んだ剣、死に剣となるのさ。剣を抜かせる。さてついでにあのブロンズセイントどものとどめでも刺すとするか。どなんだこのコスモは。せいや、え、まだグレートホーンを封じるためにはお前の剣を抜かせる以外にない。居合の剣を封じるのと同じようにな。うん、それが分かったからどうだというの。貴様の実力ではどうあがいても俺の剣などを抜かせることなどできんわ。抜かせてみせるさ、この流星剣で。せいや、やつが腕を組んでるのが見えるか。アルデバランが腕を組んでいる間は防御力が上昇する。だからいくら攻撃しても無駄打ちに終わるのだ。じゃあ一体どうすれば。アルデバランの剣が鞘に収まる瞬間に攻撃するんだ。でもどうやって。セブンセンシズよ。セブンセンシズ。セブンセンシズに目覚めるためにはセブンセンシズボタンを押す。レートホーン。レートホーン。レートホーン。いいかい、聖夜。セブンセンシズに目覚めるためにはセブンセンシズボタンを押すのさ。レートホーン。よし、これが兄が教えてくれた究極のコスモセブンセンシズ。見える、ゴールドセイントの動きがはっきりと見える。
セルンセンシズボタンを押してアルデバランの動きを見極め、ヤツの剣が鞘に収まる前に俺の剣を打ち込むんだ。見事だよセイヤ。コスモバーストもうまく使いこなせばゴールドセイントに立ち向かう。セブンセンシスでヤツに近づいた後コスモバーストボタンを押してコスモバースト状態になると、お前の体内にある全てのコスモが一点に集中するはずだ。その時にお前の流星剣を叩き込む。まだまだ今と燃え上がれ俺のコスモよ。行くぞ。せいや、コスモバースト中に必殺技を放せ。アルデバランに打ち勝つ光明が見出せるはずだ。いいかい、聖夜。セブンセンシズだけで勝つのは難しい。コスモバーストボタンを押しながら必殺技1ボタンを押してみるんだ。アルデバランに勝てるはずだ。いいかい、聖夜。セブンセンシズだけで勝つのは難しい。コスモバーストボタンを押しながら必殺技1ボタンを押してみるんだ。アルデバランに勝てるはずだ。剣を抜かせたぜ。今度はその黄金の角をへし折ってやる。生意気な、俺のこの黄金の角をへし折る。もしそんな奇跡的なことができたら、俺はあっさりと敗北を認めてくれるわ。せいや、私がお前に教えてあげられることはもうほとんどない。でもね、お前は本当のセブンセンシズをまだ知らない。やつの攻撃を受ける瞬間にガードボタンを押してみな。セイントの攻撃を避けるとは、もうお前のグレートホーンは通じないのさ。セイヤ、予測の動きを身につけ始めたという。ブロンズの実力などたかが知れてる。セイヤ、たかが俺の構えを解かせたぐらいでいい気になるなよ。グレートホーン、焦っているのかい、アルデバラン。
だけか。グレートフォでもここでのんびりしてるわけにはいかないんだ。ブロンズのくせに生意気な。燃えろ。まだまだ今こそ燃え上がれ俺のコスモよ。行くぞ。ローリングチャン。聖夜のコスモが大きくなった。傷つき倒されながらも成長しているというのは、もっともしこのまま成長する、ゴールドセイントの12人をも知る。セイントになる。まだまだ。私とお前とでは実力が違いすぎた。セイヤ、セイヤ、このまま尻尾を巻いて引き下がるのかい。聖夜、聖夜、かっこ悪いね、聖夜。まだ懲りぬと見えるな。まだまだ。グレートゴー。セイヤ、セイヤ、このまま尻尾を巻いて。こいつ、諦めんというのか。諦めが悪いのがたまに傷でね。ペガサス、ローリングチャン。グレートフォー。行くぞ。グレートフォー。グレートフォー。ペガサス、ローリングチャン。もらった。威力を超えただ。
ートホーンを弾き返すと、聖夜のコスモが消えた。どこだ。ここだ、アルデバラン。約束通り、何言うの。スノンもらった。どうだ、アルデバラン。約束通り、黄金の角をへし折ってやったぜ。さあ、潔く負けを認めるか、それとももう一本もへし折ってほしいか。確かに俺の負けだ、せいよ。俺が構える余裕さえ奪い、このタウラスの角をへし折った男などお前が初めてだ。行くがいい、せいよ。この金牛球は通してやる。だがこの先も同じように行くと思ったら大間違いだぞ。ゴールドセイントを決して侮るな。分かっている。あんたとの戦いでゴールドセイントの強大さが嫌っていうほど分かったさ。